ただいま岐阜1区で金井さんと一緒に選挙活動をしている自由民主党の野田聖子でございます。よろしくお願いいたします。今日は大切な大切な友人である山本香苗さんの厳しい選挙のこの演説会の前座を務めるために岐阜からやってまいりました。よろしくお願いします。そしてここは私が大変ご指導いただいた北川先生のご地元です。私は議員会館で同じ5階に部屋を持っています。誰よりも公明党の議員の中で誰よりもしょっちゅう顔を合わせていたのが北川先生です。ある日、聖子さん、僕は引退するよっておっしゃったんでびっくりしました。めっちゃ若いと思ってたからです。定年なんだよって言うんで初めて北川先生が私より年上だっていうことを知ったくらいです。本当に精力的に公明党のため、そして我が自由民主党のためにもご活躍をいただいた北川先生に心から感謝を申し上げたく馳せ参じました。北川先生、そしてお支えいただいた皆さん、本当にありがとうございました。さらに今日は嬉しいことに石井代表もご一緒してくれるそうです。石井代表と私は党は違えど当選同期です。同じこの32年、厳しいことも楽しいことも嬉しいこともご一緒させていただきました。そんな中で、その深いご縁の中で、私の大好きな山本香苗さんの応援をできることは本当に幸せ、自分も頑張ってきてよかったなと思っています。さて、山本香苗さんの仕事っぷりは私が言うまでもありません。ご承知のように、日本の国の政治、国会の中にはあまりにも女性が少なすぎます。私が所属している自由民主党の衆議院議員、女性の議員は1割にも満たないんです。しかし今大きく世の中が変わってきました。今私たちのさまざまな悩みの先にある共通の問題は人口減少です。人がどんどんいなくなる国日本、人がどんどんいなくなる地域堺、そして今その兆しがいろいろなところで散見し不便になってきます。それをどうにか気づいてもらい解決していこうと思って取り組んだのが自公政権での子ども真ん中政策であります。私が子ども家庭庁の担当大臣の時に、香苗さんは公明党の女性の議員たちとそれはそれは熱心に取り組んでいただきました。意外と日本の国会では子どものこと、女のこと、障害を持つ人のこと、センターで政策を議論することって少ないんです。私が昔衆議院の予算委員長をやってた時、これだけ少子化が進んでいる、そしてこれだけ高齢社会の中で皆さんが日々の健康や年金やさまざまな税金について悩んでいる、そんな時にもかかわらず、私が受け持った時の予算委員会は野党終始統計問題ばかりでありました。蓋を開けてみれば、ただの勘違いであった統計問題に私たちは振り回され、国民も振り回され、マスコミによって大きく歪められ、本当にやらなければならなかった生活困窮の人たちをどうするか、いじめられている、虐待を受けている、不登校になった子どもたちをどうするか、そういうことが先送りになった日本の国の象徴のような国会でありました。だから香苗さんと私はそれを改め、これから生きる人たちが先に生きている私たちをしっかりと尊敬していただき、支えてもらい、そして明るい日本にするために人育てをしていこうじゃないか。ただ残念ながら有権者も大人だし、
国会議員も大人だからついつい子どものことを忘れてしまう。だから子どもを真ん中という政策、そしてそれをしっかりと実行するための子ども家庭庁を作れば、子どもに関心のない中高年男性議員も365日どうにか頭に入ってくれるだろうということで、今日まで頑張ってきました。おかげさまで多くの人たちが日本の子ども、終戦後昭和20年に戦争が終わり、21年には270万人も超える子どもたちが生まれたこの国なのに、直近では80万を切るような子どもの少なさになっている。そういう気づきをしていただくだけでも、子どもがたくさんいた時代に作られたさまざまな制度の上に今私たちがいるのだ、いるのだから、これはもうなかなか実行不可能だよねっていう答えが見えてきます。私たちはその問題を前倒しして、山本かなえさんのリーダーシップのもと、しっかりとこれまで聞こえなかった子どもの意見、これまで聞こえなかった女性の意見、これまで我慢してこられた高齢者の意見、障害者の意見をしっかりと吸い込んで、新しい土台の日本を、人が中心の日本を公明党と自民党で作っていきたいと思います。もう少し前座できますか。でもこの選挙、これだけ頑張っているかなえさんも厳しい厳しいと言われてるんです。その理由は何でしょう。その理由は一部の議員による不正行為、不記載の問題なんです。かなえさんも関係ない、そして自民党だけど野田聖子も関係ない。そんな中で多くの私たちがマスコミの扇動によって深いことをご存じない有権者の皆さんの戸惑いの中で苦労しています。どうか私たちを見てください。私たちを信じてください。そしてもう一人、誠実な男の人が来ました。石井代表です。私の当選同期です。私と違って私はやんちゃです。でもこの石井さんは本当に真面目、誠実で、いろいろと学ばせていただきました。こういう私たちが必ず次の新しい政治、公明党の皆さんと自民党の一生懸命頑張ってきたクリーンな政治家たちが皆さんの期待に応えられるように約束いたしますので、どうかこの厳しいかなえさんの初陣、そこにいらっしゃる皆さんのお力で、そして皆さんのご家族で、皆さんの友人の力で勝たせてあげていただきたいと心からお願い申し上げます。私たちは自公政権を組んで早何年になりました。25年。でも実はある時、自公分裂の危機もありました。麻生政権の時です。あの時もこれといった明確な問題点がないまま、ずるずると麻生おろしが始まって、私たちは野党に転じてしまいました。もし公明党が自分のことだけを考えている政党だったら、あの時に私たちと縁を切ってもよかったわけです。でも辛抱強く私たちが政策を入れ替え、公明党のさまざまな素晴らしい政策を取り入れながら、トリクルダウンじゃなくてボトムアップの政治も作っていこうという中で、お待ちいただいて今日があります。やっとその形がかなえさんはじめ皆さんの手によって具体的に現実のものになってきています。どうかこのまま勢いをつけて、人中心の、人がど真ん中の、皆さんたちが主役の新しい日本、新しい社会の政治を作っていこうではありませんか。役者が2人揃ったので、前座の仕事はこれでおしまい。これからも皆さんを信じて、そして私たちを信じて、社会の将来のためにお力を貸してください。心からお願い申し上げまして、野田聖子からのお願いのご挨拶いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。大変心強い声を届けていただきました。ありがとうございました。さあ、それでは皆様、お待たせいたしました。ここ大阪16区選挙区候補
山本かなえ本人から熱い思いをお訴えさせていただきます。ご清聴よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。衆議院大阪16区候補の山本かなえでございます。今日はたくさんの皆さんにお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。また今日はもう大好きな野田聖子さんも来ていただき、そして石井代表も来ていただき、もう感謝の思いでいっぱいでございます。ただ皆さん今お話しありました通り、選挙さんめちゃめちゃ大変なんです。あと4日しかないんです。どうか皆さん押し上げてください、勝たせてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。もう本当に今横でお話をお伺いさせていただいている間にですね、いろいろとこの間のことを思い出してまいりました。野田大臣の時代にですね、子ども政策の司令塔となる子ども家庭庁、これを作る法律を制定していただきました。そして議員立法で、その今おっしゃっていただいたようにみんなが真ん中になるために、そのど真ん中に子どもを置こう、子ども真ん中社会を実現する基盤となる子ども基本法という法律を作らせていただきました。これによって何がどう変わったのか、いろいろ変わったところはあるんですけれども、一番大きく変わったのは、国や自治体が子どもや若者の声を聞いて、それを政策に反映していこう、こういう動きが出てきたというのが一番大きいことだと思います。じゃあなんでそうしなきゃいけないのか。今子どもをめぐる、若者をめぐる状況ってとっても厳しいんです。虐待は年間20万件を超えています。いじめも自殺も増えています。不登校も増えています。5年間で8万人も増えました。そして経済的に厳しい貧困状態にあるお子さん9人に1人もいるんです。昨日のニュースでお金がないから闇バイトに手を出した、そういった中学生もいたというような報道がありましたが、私たち大人はこうした子どもたちの声をどれだけ聞いてきたでしょうか。将来を担う子どもや若者の声を聞かずして日本の未来はありません。しっかり子どもや若者を単なる支援や保護の対象じゃなくて、社会の一員として、権利の主体としてしっかり位置づけて、その声を聞いてみんなで一緒に政策を前に進めていくことこそが今求められていると思いますが、皆さんいかがでしょうか。今野田大臣おっしゃっていただいたようにですね、みんなが元気になるために子どもをど真ん中にしよう、それが子ども真ん中なんです。ただ今まだまだ十分じゃないんです。先の国会で 3.6 兆円規模の子ども子育て政策ドーンと拡充しました。でもそれでもまだ足りない、そういうお声をたくさんいただいております。というのも30年前と今と比べたらですね、子育て費用めっちゃ上がってるんです。昔と違うんですね。そうしたところにちゃんと手を届けていけるような政策を作っていかなきゃいけない。特に今若い人たちから大学等の無償化もっと進めてもらいたいっていう声が寄せられています。来年度から3人お子さんがいるご家庭の大学授業料所得制限なしで授業料無償化にようやく手が届く、そういうことを実施させていただこうと今調整をさせていただいております。ただ3人子どもいないといけないっていうのが大きなハードルでございまして、2人1人、そういったご家庭も
無償化の対象をできるように全力で頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。そして私はこの間ずっと虐待や経済的な理由で親御さんと一緒に過ごせない社会的養護の子どもたちの支援をずっとしてまいりました。そうしたお子さんこそ最も手厚い支援が必要なんです。しかし一番手薄なのがそこなんです。コロナ禍においてこんな声を当事者の子どもたちからもらいました。携帯電話、アルバイトしながら払ってる、でもコロナ禍アルバイトする先なくなった、携帯電話料金払えないんです。え、それって支給されてなかったのってびっくりして、すぐに支給できるように返させていただきました。そしてコンタクトレンズ、メガネを買う料金は出してもいいんだけど、コンタクトはダメって言うんですよ。何言うてんねんと思って返させていただきました。もう本当にですね、子どもたち当事者の声をしっかり聞く、そしてもっといい街に、もっといい日本にしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。そのためには勝たなくちゃいけないんです。今回私山本香苗は参議院から衆議院に鞍替えをさせていただくわけでございますが、小選挙区1本で戦っております。比例復活ないんです。小選挙区で勝つか負けるか、1番にならないといけないんです。2番じゃダメなんです。どうか皆さん、山本香苗をどうか押し上げてください。必ず仕事をしてご恩返しをさせていただきます。どうぞ山本香苗にお力を貸してください。どうぞよろしくお願い申し上げます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。山本香苗、しっかりと皆様にその思いをお伝えさせていただきました。そして山本香苗頑張れ、そしてみんな頼むよということで、この方も駆けつけていただきました。石井啓一公明党代表です。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ちょっと喉の調子が悪くてお聞き苦しいかと思いますが、よろしくお願いを申し上げます。ご紹介いただきました公明党の代表を務めております石井啓一です。今日は山本香苗候補の必勝を期しまして応援に参りました。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日は平日の午後、ちょっと雨模様の中にもかかりもせず、本当に多くの方、街頭演説にお越しをいただきまして、心から感謝御礼申し上げます。本当に皆さんありがとうございます。また自民党の野田聖子さんもですね、本当に熱いエールをいただきました。ありがとうございます。今回の衆議院選挙、政治不信をどう払拭するか、問われています。公明党は3つのことをやります。1つは改正政治資金規正法に公明党が入れさせました第三者機関、政治資金を厳しくチェックする第三者機関、これがあればですね、あの不記載の問題なんか起こらなかった可能性高いんです。ですからこれは政治改革の要ですけれども、法律には設置すると書きましたが、具体的にどういう第三者機関にするか時間がなかったため、その中身を詰めるのは検討事項にしています。ただこれ検討のままでは実効性が上がりませんので、これは公明党が国会閉じてから党内で議論をしまして、専門家の話を聞きまして、先日公明党の考え方を発表しました。改正政治資金規正法は再来年の1月1日から本格施行になりますので、それまでの間に必ず設置いたします。そしてこれを実行いたします。残りの2つは未だにある不透明なお金、これを改革していく。1つは
政党が政党の幹部に渡しきりでその使い道を明らかにしなくてもいい政策活動費というのがあります。これはですね、あまり、まあ、数千万、場合によっては数億というお金が渡ってますけれども、使い道が明らかにしなくてもいい、これはあまりにも不透明だということで、これは廃止をしようということを訴えています。それからちょっと前から、これは話題になっていますが、国会議員に支給されています旧文書通信交通費、これも使い道がはっきりしません。まず使い方を限定をし、毎年何使ったか、これをはっきり公開をし、仮に余ったら国に戻してもらう、こういう改革を、まあ、来年の通常国会にはこれは法律を成立させよう、この3つをやることによりまして、国民の皆さんの政治不信の払拭につなげていきたいと思います。全力で頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ところでですね、立憲民主党は政権交代こそ最大の政治改革だと言っています。それでは今の立憲民主党の幹部というのは、かつての民主党の幹部、まあ、野田さんがね、今も昔も党首だったように、まあ、ほとんど重なってます。じゃあかつての民主党政権時代どうだったのかということです。あの鳩山幸男元総理はなんと12億円もの使途不明金を出しています。あの小沢一郎さんはなんと20億円もの政治資金収支報告書に虚偽記載をしている、こんだけ大きな政治と金の問題を起こしながら、あの民主党政権ではこの再発防止策には一切手をつけておりません。手をつけるどころか、当時公明党が野党でありましたが、政治家の責任を強化するいわゆる連座制ですね、今回の改正政治資金規正法で成立をさせた、あのいわゆる連座制を当時議員立法で国会に提出をしました。で、当時の民主党はこの公明党の案に審議に一切応じることなく廃案潰してしまったわけです。政治資金に熱心でないばかりか、完全に後ろ向きだったのがかつての民主党政権です。その幹部が今立憲民主党やってるんですよ。この立憲民主党に政治改革は全く期待できないと、このように申し上げたいと思います。じゃあ維新の会はどうか。維新の会も政策活動費の廃止ってことを謳っています。ところが彼らは最近まで政策活動費使ってました。まあ、公にされた収支報告書、2022年の収支報告書では年間で5000万円ですよ、政策活動費使って、その一部は使い道公開したようですけれども、なんか飲食費が多いそうなんですね、飲み食いに使ってる。しかもどこの店に支出したかはプライバシーがあるので黒塗りになっている。これではですね、使い方を公開したとは言えないんじゃないんでしょうか。政策活動費の廃止を訴えるのであれば、過去何に使ったのか明確にすべきだと、このように申し上げたいと思います。過去に蓋をしていたのでは未来を語る資格はないと、このように申し上げたいと思います。公明党は一切政策活動費使っていません。だからこそどの党よりも真剣にこのことを訴えることができるんです。公明党こそが清潔な党、公明党こそが
政治改革を断行できるというふうに申し上げたいと思います。それから今回の維新の、いわゆる政権公約見て驚いたことが2つあります。1つは、維新発策っていうんでしょうかね、8つの主要な政策の中に防災減災対策が全く謳われていないんです。もう今や日本どこでもいつ大きな災害が起こるか分かりません。それに備えてしっかり対策を講じていくことが重要なんです。現に今自民党公明党の連立政権では5年間で15兆円の防災減災国土強靭化加速化対策やってます。これは通常の予算とは別枠でこれだけのことをやってるんです。でこれがあと1年で終わりになりますから、公明党としては次の5年の計画で5年間で20兆円の事業費で防災減災を進めていこう。それだけしっかりやらなければ今年だって南海トラフ巨大地震の注意報があったじゃないですか。また全国どこで線状降水帯が発生してもゲリラ豪雨が発生してもおかしくない状況なんです。だから自公政権ではしっかりと防災減災対策やってるんです。ところが維新の政策にはそれが重要政策には一切上がっていない。こういう政党では国民の命と暮らしを守ることは絶対にできないと思いますが、皆さんいかがでありましょう。もう一つ驚く公約がありますね。高齢者医療費の窓口負担を現役世代と同じ3割にする。高齢者っていうのは、現役世代と比べて所得が低いですよ。年金だけでお暮らしの方もいらっしゃる。また高齢になるとやっぱり病気もしがちです。だけど目の前のお医者さんに行ったら、今まで例えば1万円の医療費だったら1000円の自己負担だったのが3000円にするって言うんですよ。3倍になっちゃう。これではですね、医者にかかるなと言ってるので皆さん同じではないでしょうか。維新はこの所得の低い高齢者の皆様にはね、後から補填するって言ってるんです。ですからこれはあくまでも後からですから、今目の前の病院にかかるのに今までより負担が3割になったらこれ足遠のきますよね。そうなるとやっぱりむしろお医者さんにかかる回数が少なくなると重症化してかえって医療費が上がるということも考えられます。こういう高齢者に冷たい政策をやる政党に日本の政治を任せるわけにはまいりません。国民の命と暮らしを守れるのは自公政権であり山本かなえであります。そして子育て支援、高齢者の生活を守れるのは自公政権であり山本かなえであります。そして政治改革を断行できるのは自公政権であり山本かなえであります。ただ今回の選挙本当に厳しい戦いであります。三つどもえの戦いでまだまだこれからという状況でありますが、残り4日間なんとか皆様もう一段もう一歩ご支援の輪を広げていただきまして、最後逆転の勝利をさせていただきたい。
皆様の力で山本かなえを勝たせてください、押し上げてください、逆転勝利をさせてください、心から心からお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。